新韓銀行は大韓民国の大手銀行。1982年に在日韓国人の資本によって設立された。2003年9月に政府の管理下にあった老舗の友置銀行を買収し、グループ合計での預金行は国内第2位になった。銀行の全株式を新韓フィナンシャルグループが保有し、韓国証券取引所とニューヨーク証券取引所に 株式を上場している。参加には、チェジュ特別自治道を地盤とする、地方銀行のチェジュ銀行、証券会社、クレジットカード、投資顧問等の子会社を有する。韓国で最も成長著しい金融機関の一つ。韓国外20カ国157店舗の海外ネットワークを保有する。フランスの BNP パリバと、 資本提携を結んでいる。韓国での分類は市中銀行で銀行コードは26である。日本では東京都港区虎ノ門の東京支店のほか大阪市中央区の船場と福岡市中央区の天神に支店を羽田空港国際ターミナルと博多港国際ターミナルに両替所を設けていた。2009年4月に日本現地法人の予備免許を取得。 7月27日に営業免許を取得し、9月14日に SBJ 銀行として営業を開始。日本にある新刊銀行3支店の営業を引き継いだ。日本ではシティバンクに続いて2番目の外資系銀行となる。現地法人の設立により顧客信頼感の増大、資金調達や営業拡大の容易化など様々なメリットが見込まれている。 SBJ 銀行という名称の SBJ は新藩バンクジャパンの頭文字を取ったものである。ありがとうございます。